大雨洪水被害からちょうど3週間経ちました。まだ電車など一部区間で運休し、バスなどで代行輸送している場所もあります。今回は運休している区間の駅周辺の被害状態をできる限り調べてみたいと思います。よろしくお願いします。こちらは日和駅から比較的近い場所にあります。大雨当時は天井までの高さの水が押し寄せたと思われます。こちら日和駅周辺です。こちらは比較的被害が少なかったように思われますが、一部地域では農作物の被害や家などが浸水したと言われています。こちら南駅周辺です。こちら周辺の家などは畳を上げていたり消毒していました。こちらの地域は床上以上は水が来たと思われます。広瀬駅周辺です。こちらの方は被害がかなりあったように思われます。撮影当時テレビ局の方も撮影に来られておりました。個人的な意見ですが、川がカーブしている場所に限ってその周辺の地域の被害が大きいなと思いました。川の水も猛スピードで曲がる車と同じで、川の水も、そのカーブに曲がりきれずに、その先の民家などに被害をもたらしたと思われます。185線倉敷から新見に向かっていると、ところどころで一方通行など行っております。こちら高橋市内です。渋滞もなく比較的スムーズな交通状態です。はい、日中川門に来たんですが、この駅では電車がずっと止まったままです。この先なんですが、通行止めになっているみたいです。この先崩れているようで、このような状態になってますね。でこの上も、土砂が流れたような感じですね。この土砂の現場から、反対側の方です。反対の方は、教習自動車学校になるんですが、自動車学校も、川の流れによってかなりダメージを受けているようです。当時川の水位がここまで来て、この電柱が川の流れの勢いで、曲がってますね。相当な川の、流れだったと思われます。この辺は大丈夫だ。ここは大丈夫けど、停電したっけな。あ、停電したんですね。停電して、ここが通行止めになったからな。
開通というか結構時間かかるんですかね。一応今なんとか8月の早いうちには復旧させようということで我々もやってるところであるんですけど、ちょっとまだあの現時点いつになるかっていうのがわからないところでして、それまではこの形でさせていただいてます。かなりのことだ。運休区間では、土砂崩れの土砂を取り除いたり、土砂崩れが起きるかどうかというチェックをしたり、線路の状態をチェックしているために、かなりの時間がかかっていると思われます。今回このような、被害状態になっておりますが、今日明日、また台風が来るようです。テレビやラジオからの情報をもとに、適切な時間、タイミングで安全に避難をしてください。この動画を通じて少しでも、災害の危険性、悲惨さが伝われば、幸いです。ご視聴ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。